先生さんブルーハーツですかブルーハーツ解散の秘密人気絶頂期になんと突然の解散河本ロトがポツンと解散しようかって言って本当に解散しちゃったと原因はですねベーシストの淳之介っていうやつがねこのいつも T シャツに星マークのやつなんですけどもなんか宗教にはまって創価学会か統一教会かなんかにでもうねバンド活動どころじゃなくなったのともうメンバーを勧誘してきてねもうやってらんなくなったから辞めたそうなんですよ だから自分の頭じゃなくて神様の頭に支配されちゃうと本当厄介ですよねいやーちなみにマイケル・ジャクソンは「エホバの証人」ということでございました <laughs> でなんかその悪魔崇拝の曲ばかりを出していたんで結構ね、あのー、悩んだらしいですよで途中からあの人の心を打つようなねあのーまあ、なんブラック・ア・ファイトとかそれからあれですね、まあ インザミラーとかねマイケル・ジャクソンの「バットっていうアルバムの中にその変遷が語られてるんですけどもまあ、スタートは「バットっていうね悪いやつで始まるまあ、ちょっとこうかっこいいやつって意味なんですよね「バットっていうのはね悪いって意味なんですよねきっとで、えー、当時の CD じゃなくてレコードですからレコードの B 名はガラッとマイケル・ジャクソンが変わって「あのマイ t h e m i r r o r って言ってねあのまず世界を変えようと思うんじゃなくて鏡の中の 男を変えないとなっていうふうに歌ってるところからマイケル・ジャンソン変わってきてで最後の曲が「Leave Me Alone」ほっ,っといてくれ」っていうことなんですよね。この「ほっといてくれ」もなかなか象徴的で多分この宗教とか思想とかもう自分の中のこう考え方を表現したいんでもうほっといてくれよっていうことなのかなと想像しながら聞いてましたけどね。まあ、ちなみに「ドラゴンボール」なんで終わったかというとなんと「ドラゴンボール」の作者鳥山明さんは。 アシスタントの中に、ね、エホバの商人がいてそっからの勧誘を受けてエホバの商人になったところ「ドラゴン」っていうのはね悪魔の使いだからだから悪魔の使いがトライア山明さんに「ドラゴンボール」っていう作品を書かしていたんだからちょっとそれ儲けたやつは全部寄付しないとダメだよそしてもうね「やめた方がいいよ」って言われて「あそうか」って「俺はドラゴンに操られてこのヒット,ソングヒット作を作っていたのかじゃあやめよう」みたいな感じでいきなり「ドラゴンボール」が終わったというね。 噂ですよねこの噂がデマなのか本当なのかあなた次第言ってらっしゃい。